ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。何者だ。貴様に勝てるななどない。行くぞ。焼き尽くす。なぜその目を貴様が。油断したな、金色。お許しを。すぐに仕留めますので。
私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんと忍具は持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？そして子供たちに伝えて。お兄ちゃん、これでしょ？サンキューひまわり。じゃあ演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力によりバラバラだった5つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってる集合場所は、まあ、惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワーク。仲間と言われ、それい、だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜田先生くらい。遅刻男がなんだって。おりゃおっと、ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃない。逆にその大胆さが次の火影になるのは私ってボルト、あんた遅刻だから大細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ、このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。全員揃ったな。さあ本気でかかってこい。まだまだ一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ。これ達成考えろってばさ。ボルト、一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。お前ってやつは、なんだ今の。ボルト、ミツキ、そろそろ決めるわよ。まだバラバラな不思議だが、こいつは力だ。メインは私がやる、かばって。ボルトさん
一丁。なるほど、あれが最近開発された例の人魚。ここまで僕ならこの状況をどうにかできるよ。変わろうか。僕の後ろだ。いつでも。やっと私たち強くなってる。うん。やっぱ俺が。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさかんなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ。ああ、いやお前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度の。はい、この浜です。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのはわた。俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いホカゲなんだし。一番偉いとかなんだとかそんなの関係ねえよ。一番地形とこにあるもんも見られねえホカゲなんて。だっせえんだよ。クソ親父。